時代とともに進化し変化してきた町。しかし今目に見えない変化が私たちに降りかかっています。放射能の霧です。2011年の福島原発事故で東日本は陸も海も大量の放射能で汚染されてしまいました。放射能汚染の被害は200キロ離れた東京にまで及んでいます。土壌汚染も深刻で、特にキノコ類に汚染が顕著に現れています。その他の農作物にも奇形の発生が出始めています。元原発従業員の A さん、体を壊し5年前から職を転々としています。津波で身寄りをなくし、東京でホテル住まいを続けています。日暮れが青い日つけてゆく宵の十字路、涙色した霧が今日も降る。このホテルも住み始めて1年になります。一日の宿代は1800円、稼ぎの半分近くが宿代に消えています。哀愁の街に霧が降る。ですね、まず、私は20年間原発で携わってきた人間なんですね。まずですね、原発で作業する人の多くの人がですね、専門家じゃない人ですね、お百姓さんであったり漁師の方であったり、そういった方々が仕事がなく暇な冬なんかに出稼ぎっていうんですか、それで経験のない人が原発の怖さを全く知らないで作業しておられるんですね。一番怖いのは内部被曝ですよ。原発のどこにでもある塵とか埃、この埃自体が放射能を帯びて、放射性物質となって飛んでくるんですね。これが、口や鼻から入ると、それが長年蓄積して内部被曝になると。この内部被曝っていうのは洗っても取れるもんではないです。一度体の中に入ってしまえば、体の中から放射線を浴びるという非常に怖い、体の中から放射線を浴び続けるという危険なものなんですね。
まあ、私自身は20年間その内部被曝をしてきて、まあ、癌になってしまいました。まあ、癌の宣告を受けたときに、じゃあ、まあ死ぬ前に何かやろうと。まあ、そうだ。原発のことで私が知っていることを全て明るみに出そう。まあ、こんなふうに思ったわけです。放射能というのは溜まっていくもんですね。ですから年間被曝量がいくらだったら安全だとかいうことでなしに、それが何年溜まっていくかと、そっちの方が怖いわけです。ところが日本の放射線管理というのは、例えば年間50ミリシーベルトを上限として守ればいいとか、それを超えなければいいっていうような姿勢ですよね。ところがそうじゃないということです。日本人が自然界から浴びるもともとの年間放射線被曝量はおよそ 2.1 ミリシーベルトです。この被曝量に人は順応しています。ですからたとえ1ミリシーベルトでも原発事故の放射線などがこれにプラスされれば、がんや奇形を引き起こす引き金になり得ると言われています。この東京では多くの人々が放射線被曝のことなどを知らずに働いています。福島原発事故の恐ろしさが自分たちとは無縁なものと考えています。幸せの黄色い自転車、自ら名付けたこの自転車に乗って毎日営業活動をしている B さん。子供の進学塾に勤めて30年、子供たちに勉強することの目的と楽しさを知ってほしい、その願いを胸に1日に100件の訪問営業をやり遂げています。他人の子供には冷静に人生の進路を示せても、自分の息子に話すのは苦手です。彼の一人息子は夢を求めて生き方を探している最中です。お前、営業をやってみたらいいよ。営業やってみたらいいよ、お前。お前、イケメンだしな。売れるって。いや、一応コミュニケーションとかできないんで。俺も最初そうやったもん。いや、結局おじさんの方が安心感あって入りやすいっていうか。そんなことないよ。
いや若いやつは結局、まあ、確かに若いやつはすぐ辞めるけどね、お前だったら多分すぐ係長ぐらいになれる。いや、なれないなれない、うん。原発で一番放射能が高まるというのは、まあ、冬場に行われる定期点検の工事ですね。この時に、大量の放射線が出るわけですね。で、何日分かの放射線をいっぺんに、まあ、10分なり20分なりの作業で浴びてしまうわけです。まあ、こういった状態では白血病とかがんになる可能性が高まるわけです。ただ電力会社はまあこういったことを一切作業者には教えません。まあ一例挙げますと、原発で例えば、装置のネジが一本緩んだと、ところがその長い時間その現場にいることはできませんので、その一本のネジを締めるのに作業員30人、50人を用意すると。で、一人、まあ、10秒とか20秒しかその現場におれない、まあ、それだけ高い放射能ですね。で、まあ、みんなかけてって、そのネジのところまで。すると、あっという間にその、ネジを巻いて、締めてるうちに、すぐもう、自分が着ている防護服のアランメーターが、ビー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 となると。ネジをたった一本締めるだけで、まあ、こんなことやってたんで、人件費がまあ一本締めるので、400万、500万、それがかかると。じゃあなんでその原発を止めないのかということなんですが、まあ、原発を一日止めますと何億円もの損になるんですね。じゃあ動かしたままやりましょうということで、まあ、電力会社は人の命よりもお金を優先して操業していると。都心からさらに離れた郊外の住宅地域でも放射線の微妙な増大が見られます。福島県で150人を超える子どもの甲状腺がんが報告される中、放射線量と発がんの因果関係について私たちはこれからも怯え続けねばなりません。福島から遠く離れたこの東京で、私たちが放射線の恐怖と無縁な生活をこれからも続けられると思い込むのは、実はとても根拠のない思い込みなのです。野球でもさ、大学生の頃とかさ、ね、抜けばいいですか？絶対これママに渡さない。ちょっとママが今抜いたらさ、3ミリだよ。でもゴルフはそれがないんだよ。アルビアの量がダメだったとしたら関与しよう。早かれおしよう。早かれおしよう。これを今日届けに来た。ジャックス。あ、もっとわかる。そう。今日からやってるんで、また置かせてもらおうと思って。これ使わなくても。はい。これちょっと貼ってたらいいな。持ってきてるんですけど、この3人。ね。どうして日本が原発をやめないのかというとですね、まあ、日本人というのは一旦決めたことを途中でやめるっていう勇気がないんですね。やめることがまあ非常に怖いと。日本は原発を始めた時からその後のことは何にも考えないで来たわけですね。ですから例えば、廃炉になると、運転を停止すると廃炉になると、その後に、たくさん出てくる放射性廃棄物の処理、
こういったことも一切考えないまま原発を操業してきたということです。まあもともと原発というのは耐用年数が当初は10年という具合に言われてたわけですね。まあそれが30年たち40年たちと、そういう原発が日本中には、たくさんあると。でまあ最近は徐々にその再稼働というようなことも言われてますが、まあそれぞれの原発がもうくたびれてよたよたになっている状態、そういった状態でまあ、上辺のメンテナンスをして動かし続けようというのが現状です。再稼働に際して、いろいろな機関が検査をして合格を出しているということだと思うんですが、もともと検査の専門知識がない人間、そういった人々が検査官になっていると。決められた書類さえ揃っていればそれで合格とすると、こういうのが今までの官庁の検査の実態なんです。例えば、農林省のお役人が余ってるっていうんで、昨日まで養蚕の指導をしていた人、あるいはハマチ養殖の指導をしていた人なんかが次の日には原発の検査官として赴任させられたと。そういう何にも知らない人が原発の専門検査官として運転許可を出してきたと、そういう歴史があります。また、首相、まあ、総理大臣のお話なんかによると、福島原発、漏れ出している放射能、これを湾内で完全にブロックしているというようなことですが、実際には毎日何十トンもの放射能を含んだ水が湾内に流れ込んでいるわけですね。で、湾内の水を外海に出ないようにブロックするということは、物理的に無理です。一日に湾内の水というのは外部とほとんど全部入れ替わると。その力を、止めることは人間にはできないんですね。このようにして、まあ、放射能で汚れた水、それを海に捨てているわけですが、まあ漁民とか地元の方はともかく、国民全体がそういったことについてほとんど無関心ですから、これからも、日本の海は汚れっぱなしになると、まあ、少なくとも、太平洋沿岸で近海で獲れる、魚介類、魚ですね、そういったものは、まあ、日本の場合はほとんど食べられなくなるだろうということですね。この原発のランニングコストというか、まあ、費用について最も安い発電方式だということですが、まあ、皆さんご存知のようにとんでもない間違いだと。例えば仮に事故が起きた時にそれの賠償、それから復元、復旧、処理、そういったものにかかるお金は何兆円ということですね。あるいは将来的に廃炉になった時にその放射性廃棄物のどこに処理するかと、その処理施設の建設、その処理施設の寿命、そういったことを考えた時に、とてもこの小さな日本でそのような発電方式をするべきではないだろうと、まさに自分たちの子供たちに大きな負の遺産を残すと。まあ、そんな原発がどうして進めるのがいいのかと言えると、そういうことが言えるんだろうかと私は不思議です。このまま原子力発電所をどんどん再稼働して本当に大丈夫なのか、事故だけでなく地震で壊れる心配もあって本当に取り返しのつかないことが起きてしまうと、そういうことを日本中の人にもっと真剣に知ってほしい、考えてほしい。自分の子供や孫にそういったツケを残していいのか、そういうことを真剣に考えて判断していきたいと、そういうことを望みますね。